キラン。あ、これはね、マセオさんのメッセージを聞いた人なら答えるんじゃないかな。読みます。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。はい、これは、はい、この聖書の中に書かれていますが、この聖書とどこの何章何節に書かれているでしょうか。はい、お、なんかね、さっきの答えがちょっと出たんですけど、恐れるな、私があなたと共にいる。恥じろぐな、私があなたの神だから。
私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。それってなんか聖書のこと、それね、聖書の中に書いてある言葉がね、はーって思い出されて、でなんか体がこう、あ、大丈夫大丈夫みたいな元気がこう湧いてきました。で、まあ、先生ちょっと英語下手くそやったけど、その時にこう周りに空港の人見つけて Excuse me って喋る。で、そう、Excuse me って、ほんで I cannot find my baggage ってね、あの簡単な英語で I cannot find my baggage ってちょっと訴えてみました、その人に。そうしたらその人がブラブラってなんか言いました。あ、分かれへんと思ったけど、とりあえず荷物の番号書いたタグを渡しました。そしたらその人がピラピラってなんか言って、あ、なんか分かれへんなと思ったけど、なんかこうカチャカチャカチャってこう調べてくれました。でまたその人がピラピラってなんか言って、全然分かれへんわって思って、でもそうしたらなんか一生懸命こう言ってるんですよ。でマセオさんにこうメモを書いて入って渡してくれて、でそれを見た時に、あー、なんかここの荷物置き場に行けってことっていうのが理解できるメモをくれました。で、Thank you って言って、マセヤさんはそう違う飛行機から出てくる荷物の置き場まで歩いていきました。そこにある。で、マセヤさん、結構遠かった、ね、アメリカの飛行、ね、空港めっちゃ広いから、遠くて、で、行って、歩いて行って、で、その時もマセヤさんなんか全然心配じゃなかった。で、そこに、あ、あったあった、あそこやと思って、行きました。そしたら手荷物置き場のところにちょうどマセオさんのスーツケースがポン出てきて、あったわーと思って、なんでそんなとこにあんの、なんでか分かれへんねん、なんでか分かれへんけど、そこからポン出てきて、ちょうど着いた時に出てきて、え、神様すごい、すごいよね、なんか、あ、神様こういうことで、その時本当に感謝をしました。ね、あなたに言うで、イエス様はすごいね、ワンダフルカウンセラーって英語で書いてあるけど、不思議な助言者っていうのはワンダフルカウンセラー、カウンセラーって学校にも行ってると思うんだけど、お話聞いてくれるし、でイエス様はすごいのは本当に大切なことをね教えてくれる、そんな不思議な助言者イエス様を今日は5分で紹介しました。はい、5分です。開こうと思ったけど時間なかった。で、これを最後にちょっとみんなで歌を歌おうかなと思って、はい、じゃあまた幸せなら手を叩こうの歌に合わせて、じゃあマセオさんが歌うので覚えてください。いきます。タララッタララララララ不思議な上弦者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれる銀座野球の6。どうですか、どうですか、なんか覚えれる、覚えれる。イザヤのね、イザヤでこう聖書みたいな声開いてほしいな。ほんで9の6っていう時に9作れる、9の6はい、じゃあ最後はいいダイヤいいですか、皆さん分かりましたか、聞いてた聞いてた。じゃあもう一回いきますよ。ダララダララララララ不思議な条件者力ある紹介をするので、来週も続けてお話を聞きに来てください。ではお祈りをしてまた次に進みます。はい、じゃあお祈り、じゃあ手を合わせて目を閉じてください。みんなでお祈りします。はい、神様、今日は不思議な助言者であるイエス様を知りました。
私たちに不思議な助言を与えてくださるイエス様のことをもっと教えてください。私たちがその助言をもらってもっと強められますように。